こんにちは、直樹です。今日もね、積み木のためのエルデンリングやっていこうと思います。今日はね、積み木のゴトリック、まあ、ストームウィル城だけか、そこの隠し通路っていうのかな。まあ、そこの行き方についてお話をしようと思います。だからわざとスタート地点はここにします。はい。ということで、倒す前の、まあ、祝福は、もうちょっとね、戻る。ここだよね、ここ。ここだよね。はい。ね、早速やっていきましょう。で、なんで今の祝福のところから説明しなかったかっていうと、やっぱりボスのところからの方が説明しやすくて、実は私、落ちちゃってね、まあ、編集で多分つなげてると思うんだけど、多分前後にね、言葉の、なんて言うんだろう、辻褄が合わない場合ごめんね。で、ここを行ってもらって、あそこね、何?ダッシュジャンプ?で、ここもね、微妙にダッシュジャンプできるんであれば、した方がいいのかなと思います。はい。で、そしたらここ来るんだけど、ここを降りたらね、意味がないので、まあ、こっちに行ってもらう。で、実はショートカットもできるんだけど、わざとショートカットしない状態でね、進んでます。で、基本的にここに出てくるのは、ある程度強くなってれば、一撃で倒せる敵ばかりなんで、ここさっきの祝福のところだよね。ここもダッシュジャンプなのかな?はい。取っていただいて、で、ここはね、普通のジャンプで多分いいと思うんだね。はい。で、ここら辺ね、結構アイテムがあって、スズランとかもあるんだよね。あ、ほらほら、あった。なんで、何?その、位牌を強くしたりもできるので、はい。まあ、結構アイテムだから出るのよ。その、マニアックな道だけにね。で、ここら辺の敵ね、弱いので、あ、やべ。ここら辺の敵弱いので、逆にね、倒しちゃった方がいいのかな。まあ、こっちじゃねえや、こっちだ。一撃で倒せる敵なので、うん。なんでね、倒しちゃった方が逆に楽なのかなと思います。これじゃない。あ、なんか敵がいるね。やばこれね、この、なんて言うんだろう、体験じゃなくていいかもしれないね。ちょっと今は、立場上っていうか、やってるだけの話で、普通の、なんて言うんだろう、いて、へちょいけんっていうかで、一撃っていうかで倒せるので、まあ、これでいいか。うん、なので、多分、体験とかよりは、両手剣よりは普通の剣で戦って全然問題ないのかなと思います。はい。で、ここにアイテムいっぱいあるんで、で、ここはね、当たり前落ちちゃいけなくて、で、逆側に、落ちることができるので、ほい。はい。で、落ちてもらうと。ここもポイと。落ちてもらって、で、ここね、そう、ここ後ろ見てもね、何もないので、アイテム、隠してあるかっていうと、隠してるわけでもないので、まあ、そのまま、進んでいただいて構わないです。こういうのは私嫌いなんだよな、だから、こういうのは何て言うんだろう。こう、普通にくっついただけじゃ出てこないやつ。だから、いつものようにこう、何て言うのかな。ふひ、まあ、こんな感じで撮ってもらうと。ね。で、進んでもらって、だから結構ね、アイテムがあるのよ。で、確かこっちだったかな?うん、ほら、あった。で、ここね、扉閉まってるのよ。で、じゃあここどこ行くかっていうと、ほら、先日私動画で撮ったけども、強行突破してねって、ストームビル城。そうすると、ボスのところまで簡単に行けるよっていう、ここの場所だね。なんかでっかいやつが。いるやつ、ほら、ここ。強行突破でまっすぐ、ブイーンって来るやつだね。で、ここに来るので、まあ、今のところさえ行けば、何回でもやり直しは効くわけよ。もうここでショートカット作ってるからね。はい。なので、ここまで来ちゃったらもうめっけもんで、あとは、こっちの方だね。で、間違ってね、ここ落ちてもね、まあ、いいのかな。まあ、よくはないんだけどさ、こういう風になってるんで、間違って落ちちゃっても、
やべ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 、うん、今のところ間違って落ちちゃっても、まあ何回でもね、あのやり直しは効くので、別にこの武器でじゃなくてもいいかな、うん、で、ここはねこの2体がいるので、まあ遠距離で倒せるのか倒してもらうと。ちょっと武器変えたいなまあいいや、とりあえず武器変えないでいきましょうか。まあ倒してなかったね。でそうしたらば、ここあの好きなように落ちていいってわけでもないんだけど、ほらほらここで、ここをここね、多分ねダッシュジャンプなのかなと思うんだよな。普通のジャンプできるのかわかんないけど、あ普通のジャンプでも多分問題ないね。あれこ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 れ、こういうのはね私怖いんだよな。どちらかっていうとボスとかで死ぬよりね、あの落ちて死ぬ方が多いんでね、ちょっとなんだろう。でそうするとあの実はこれ見たようなあの雰囲気の場所なんだけど、実は来るのは初めての場所になります。ほいと。でここにね確かねネズミがいるんだよね多分。あほらほらほら、なんでこれも遠距離攻撃の魔法で倒す。多分3匹くらいいると思ったんだけど、はい、あ今赤のあれがついたね。でかつ、その後にでっかいネズミがいるんだよまた。で分かれ道で、2方向あるんだけども、まあそこはねちょ これでいいかな。 そこは結局の話、どこ行っても同じ。やっべタイミングが合わなかったね。 OK。 でそしたらまた取ってもらって、あとここ、2手に分かれてるんだけども、まあ、実際問題ね、あの倒せるんだったらちょっと倒しちゃう。はいと、結局の話、ここあの先ほど言ったように、2本、道に分かれてるんだ。結果としては同じなのよ。あのさっきのところ、ほらここに戻ってきたよね。で私ここのね今倒したらあのニューって出たけども取ってなかったからね、まあ、いずれなんかあれは戦技なのかな、ちょっと分かんないけど。でここに行くともうボスで、はい、そしたらねここ何遍死んでもね、あの結局の話近いのでね、あのなんていうの、セーブポイントで、あの無料っていうちょっとせこいあの考えなんだけど、はい倒しましたと。はい、まあこんな感じでございます。こっちに戻ってもらうと。